孔雀明王ミ孔雀明王は仏教の信仰対象であり、密教特有の御事格である名王の一つ。主張を利益する徳を表すとされる。元来は、インドの女神マハーマーユーリーで、パンチャラクシャーの一柱。マハーマーユーリーは、意外な孔雀の意。マカマユリ、孔雀仏も、孔雀王母菩薩とも呼ばれる。フンドの相が特徴である名王の中では珍しく、 慈悲を表した菩殺型を持つ。孔雀の上に乗り、一面四匹の姿で表されることが多い。四本の手にはそれぞれ、共演か、吉祥か、蓮華、孔雀の王を持つ。なお、京都、忍那寺の画像のように三面六匹に表された像もある。孔雀明王孔雀は、害虫やコブラなどの毒蛇を食べることから、孔雀明王は、 人々の最悪や苦痛を取り除く苦読があるとされ、信仰の対象となった。後年になると、苦弱明王は毒を持つ生物を食べるイコール人間の、煩悩の象徴である三毒を食らって仏道に、成就せしめる苦読がある仏という解釈が、一般的になり、魔を食らうことから大五魔に際して、除魔法に、苦弱明王の神言を唱える宗派も多い。また、雨を予知する能力があるとされ、 旧法にも用いられた。苦弱明王を本尊とした密教授法は苦弱刑法と呼ばれる。新言密教において苦弱刑法による祈願は真黙国家の王法とされ、最も重要視された。経典、大苦弱明王業、大苦弱明王が増談上儀期、仏も大苦弱明王業について、渡辺昌光によれば仏も明王とは、 名肥の別役で本来はダラに出会ったという、猛毒の蛇を食べる苦弱を深刻化したものとされる。7世紀から8世紀初頭のタイでは、くちばしを持つ有力動物に寄生する仏だの三尊像が作られている。日本では奈良時代頃から信仰され、創建当初の最大寺今道に安置されていたとの記録もある。忍那寺には南宋時代の絵画が伝えられ、 高野三根号ポージには、会計作の彫像が残されている。オンマユラキランテイソアカ。ノウモ、ボタヤ、ノウモタラマヤ、ノウモ、ソウキャ。タニヤタ、ゴゴゴゴゴゴ,ゴ、ノウガ、レイレイ、ダバレイレイ、ゴヤゴヤ、ビジアヤ,ヤ、ビジアヤ,ヤ。トソトソ、ローロ、ヒイラメラ、チリメラ、イリミタリ、チリミタリ、イズチリミタリ、ダメ、ソダメ、トソテー、クラベイラ、サバラ、ビバラ。 一理、びっちりりちり、びっちり、脳も外はボタなん、即力士、くどきようか、脳もラカタン、ごらだら、ばらしあとには、三万低脳、なしや、そにしやそ、のうまくはたなん、そわか国宝剣ン着諸国弱妙像。ありがとうございます。